Hello, dear ones in Japan. Every year on the third Monday of September, respect for the aged, there is a day. Idol, crane, turtles, and Christmas month. That's me, Run Jupiter.長寿の祝いとして菊と鶴亀を水彩絵の具を使って本日も描いていきます。使う筆は1本ですが、そこに、筆ペンのね、黒、そして、金、そしてボールペンの金を使って、プラスアルファして楽しんでまいります。ほのぼの一筆が中尾月香と申します。では鶴から描いていきますが、筆ペン1本でくちばしを描いて、頭、そして胴体、そして羽っていうね、まあ、初心者の方でも見ながらなんとなくこう簡単に真似できますので、おじいちゃんおばあちゃんとかに書いてあげようと思う方はぜひぜひ真似してくださいませ。はい、金の筆ペンを使って少し華やかに羽のところを入れていきます。はい、黒で少し足して、であと足はとても長くね、ぜひ描いてあげてください。まあ、鶴は千年、亀は万年と言われて、古来より長寿に非常にふさわしい図柄として重宝されております。もちろん吉祥の図柄としてお正月とか祝いのね、さまざまな時には描かれたりいたしますけれどもね。はい、続いて亀も万年って言われて、でまあ、現実には鶴は20年から30年で、亀、ゾウガメはね100年から200年生きると言われたりして、とてもあの、ね、重宝されますよね。まあ、万年どころか100年とか200年って言ったらすごいですよね。で、甲羅はね、あのこのようにイメージして、描いて、あのこの亀の色はもっと緑っぽく別にしてもいいんですが、今回ゴールドと黄土色とちょっと混ぜて塗りました。で、周りを筆ペンで輪郭を取って、尻尾のあたりを少し緑とゴールドを混ぜました。で、まあ、この辺はイメージする雰囲気でいいかと思うんですけれどもね。はい、そして中を緑のちょっと濃い色でちょんちょんとするとそれなりに見えたりするでしょ。そしたらあと松をね、このように、まあ、ここは別に松でなくても、梅でも竹でも別のお花でもいいんですが、やはり幼木の長といわれる、松がふさわしいかなと思います。力強いですしね。はい、あとはこのように、上から線っていうのかな、松の枝をちょこちょこと配置していただくと、それでこの一つの絵が仕上がっていきます。とてもね、あっさりとした描き方ではありますが、のし紙とか金風紙とか、ね、半紙にちょこっと描いてプレゼントの上におめでとうとかね、描くのもいいかと思います。はい、まあ、9月の20日月曜日、長寿を祝う敬老の日がございますので、おじいちゃんおばあちゃんにどうぞお出しください。はい、そして続いて菊の方に参りますが、これも不老長寿の薬草として尊ばれたりします。この絵は実は2年前にも似たようなのを描かせていただいておりますが、今年新たにね、また、色を変えて登場させました。はい、マステなんかを利用して、金のボールペンで輪郭、まあ、こういう時は台紙の紙と同じような色の輪郭を取る方がよろしいかと思います。はい、花芯にベージュを使ってちょっとポイント、あとはお好きな色で菊のイメージするものを、なんとなくこう球体なので輪郭のところを飛び越えない程度に描いていかれるのがいいかと思います。はい、まあ、日本には菊が伝わったのは平安時代ってね言われたりするんですけれども、
その当時は菊酒を飲んで邪気を払ったというねことも聞いて、あの文献にはありましたが、まあ、古来より鶴亀と同じでね、不老長寿っていうのでは、ね、まあ、こういう文様も尊ばれたようですね。はい、まりにするとね、こういうとても可愛らしい感じがするので、この9月重陽の節句のあたり以降はに、まあ、こういった絵をね、ほのぼの一筆画ではよく描いたりしております。あのもちろん中に入れる色はね、それぞれイメージする好きな色でなさってくださいませね。はい、雰囲気がね出てきたと思います。はい、あとね、少し紫系にしようかな、まあ、赤もいいかと思いますが、あんまり目を向いてもねちょっとねって思いますので、落ち着いた色合いで入れます。はい、でね、こうやって描いているとちょっとこう間が空いたりするじゃない。そういう時は花びらだけをいくつか埋めてもとても雰囲気が出ますのでご安心ください。はい、そしてメインの色で紐をシュッと、はい、まあ、これがね生徒たちに言わせると、ここで失敗するみたいなことを言っておりますが、ね、水分少なめにして、ね、しっかりとお紐を描いてください。はい、まあ、こんな感じで可愛くできました。カードにするもよし、ちょっとメッセージを書くもよし。はい、本日は敬老の日のお祝いとして、鶴亀と菊を描きました。これはあの以前にもお見せしましたが、木箱に同じ絵を描いて中にお祝いのお品なんかお菓子とかもね入れて楽しまれるのもよろしいかと思いましたよ。はい、本日も楽しく描かせていただきました。ありがとうございます。